ごま油入れます。あとお醤油入れます。鶏ガラスープを入れます。みりんを入れます。熱湯をします。レンジでチンします。レンジで1分加熱します。できました。ドアを開けます。はい、熱い熱いよ。よくさ混ぜます。ほうれん草いきます。ごま油入れます。お醤油、みりん、鶏ガラ入れます。ラップします。どう焼くの？何回レンジ使うの？食べて。いいよ。どう？おいしい。ごま油を入れます。火をつけます。あと、温まるまで待ちます。お肉を炒めます。ニンニク入れます。今日は牛肉を使ってるんですけど、子供たちは食べやすいので豚バラでやるときもあります。焼肉のタレをたっぷりかけます。でお好みでコチュジャンも入れてください。ちょっとうちの子たちは辛いのが苦手なのでコチュジャンはやめておきます。お肉を一度取り出しておきます。でこのタレが美味しいのでこのタレのままご飯をのせます。さっき作った具材を上から置いていきます。もやし、ほうれん草、お好みでキムチも乗せてください。ちょっともやし広すぎた。ちょっと見た目綺麗にしたいので長さを調整します。どうですか？いいかな。で全体に炒りごまをかけます。はい、完成です。じゃん。ビビンバだよ。
おいしい。ビビンバ初めて。うん。どう？おいしい。僕もおいしい。味はね、ビビンバの味。ビビンバの味知ってたんだ。スープ食べたの。うん、気持ちいい。このさっきの美味しいってやつ。美味しい。一応そういう感じ。美味しい。味が。美味しいって。美味しい。あ、これ甘い感じないからもうこれ。